静かな防衛の時間です。今極東アジアの構図が変わろうかというところです。まあ朝鮮半島、中国、あと日本ですね。何が変わると言われたら、やはりここの国、大韓民国です。今大韓民国が置かれている状況として、まあ日本の対応は輸出でのホワイト国除外、中国、ロシアによる竹島での領空侵犯、合同軍事練習などです。日本もスクランブルをかけました。ここは一応日本の領土です。大韓民国が勝手に実効支配しています。あと北朝鮮、短距離弾道ミサイルを発射、2発、こういう状況で韓国、大韓民国は対応としてはやはり中国側を選んでる、中国寄りかなと。で、北朝鮮に寄っている。米国は中国を切れと言っています。いや、迫ってると言っていいかな。日本もそれに追従している感じです。まあ国際会議で日本のことばかりを言っていますが、今後中国、ロシアの圧力は相当かかってくるでしょう。いや、もうかかってくる、かかっている。7月で今の状況ということは、8月はもっと状況悪化してくると思われます。日米でも対応を検討しているでしょう。次の一手が出るのもそう遅くはないと考えます。次の一手を出してくるのは日本、アメリカだけでなく中国、ロシア、北朝鮮も同じでしょう。大韓民国に対してより一層厳しい状況が続きます。もしかすると朝鮮統一
というシナリオができるかもしれません。北朝鮮が核放棄すれば米軍は韓国から出ていくと約束すればどうなるでしょう。話はまた変わってくるでしょう。その前に日本がすることはもう決まっています。すべてを輸出しない、後押しもしないという状況まで追い込むことも可能だと思われます。あとは大韓民国の経済を最終的に追い込むというシナリオができていると私は考えています。で、北朝鮮主導の朝鮮統一朝鮮国というか、そんな感じでできるんじゃないんでしょうか。もちろん大韓民国のビザ渡航も禁止でしょう。これは大韓民国が選んだ道なのです。すでに始まりは終わりを見せています。これからどんどん次の一手が各国から打たれてくるでしょう。もしかすると台湾も援護射撃を撃ってくるかもしれません。ますます大韓民国の今後の行方がわからなくなってきました。今日のご視聴ありがとうございました。